無駄遣いしちゃったかもな。前々回ビルドシートを破壊してしまったので、ガラスのプラットフォームが届くまで 3D プリントはやめておこう。そう思ったのもつかの間、我慢できずにモノタロウで買っちゃいました、ビルドシート。しかもサイズが合わないやつ。ガラスのプラットフォームはアリエクスプレスで頼んでいました。なのでいつ届くか正確な日は分かりません。もしかするとまだまだ先になるかもなぁとか思っていました。でも届いちゃったんですよね、ガラスのプラットフォーム。モノタロウのシートが届いた1日後に。なのでいろいろやりたいことがあるわけですが、今回はモノタロウで購入したシートの方のレビューです。よろしくどうぞ。導入はさておきまして、本題なんですが、このビルドシートはマイドゥタックシートとかいう製品で、30センチのものが3000円くらいで売っています。まあ、若干高い気がしますが、3枚入ってこの値段なのでそこそこお安いのかなとは思いました。アリエクスプレスで似たようなの注文してもこんな感じの価格ですからね。それが日本国内で手に入るんだからまあいいでしょう。サイズが 30×30 になっているので、 X5SA にジャストサイズというわけではありませんが、まあ許容範囲だったので購入しました。嫌な人は買わないように注意が必要です。で、肝心の使い心地なんですが、おおむね満足です。定着はめちゃくちゃ強いですし、薄めのシートなおかげかスクレーパーでガシガシ擦っても傷がつきにくいです。あと固めなおかげか貼りやすさはいい感じです。まあ自分の場合 ABS を印刷するために温度を上げていたら、どこからか空気が膨張していましたけどね。これはシートの貼りを失敗したわけではなく、細かい傷がプラットフォーム上にもともと存在していたので、そこに空気がどうしても入ってしまったのだろうと思っています。で、印刷していたんですが、タイムラプスの方がデータ破損していて使えなかったので、今現在外す様子を映しているわけですが、定着が強すぎてマジで外れません。これはある種弱点な気がします。大きいものであったり薄いものを作るときは注意しましょう。外れなくなる危険性があります。まあ最悪これの上にマスキングテープを貼っておけばいいかと思い、もう一度印刷チャレンジしたところ、一応外れはしました。マスキングテープが印刷物にくっついちゃってますけどね。と、この話を聞くとマスキングテープだけでもいいんじゃないか、そういう意見もあるかもしれません。ですが自分の意見は両方必要です。ビルドシートはプレートをノズルで傷つけないという目的のためにも必要ですし、印刷するものによってはマスキングテープが不要だったりもします。マスキングテープもいちいち綺麗に貼るのもかったるい話なので、そのためにもビルドシートは必要なわけです。さて、そんなわけでこのビルドシートの総評なんですが、個人的には結構いいなと思います。外れなくなるという弱点はありますが、それは裏を返せば定着がいい、1層目が綺麗に出来上がる、そういう話なわけです。実際トランクシー純正のものよりも定着性がかなり高かったです。おすすめなのでアフィリンクをと言いたかったわけですが、アフィリンクが貼れなかったので普通のリンクからどうぞ。 30×30 の 3D プリンターを持ってる人にはそこそこおすすめできる製品だと思います。今回はこんな感じで以上。 3D プリンターは関係ないんですが、ちょっとやっべえものを買っちゃったので今回は短めにまとめさせてください。次回はそのやべえものの動画かもしれません。お楽しみに。